はい、大丈夫。行きますか。おはようございます、まっチャンネルです。はい、なんとか雨がまだ降ってない朝です。はい、まあいろいろ状況が変わってる中で、まあ、ずっと、まあ、今も悩んでるんですけど、うん、旅に出ようと思います。しました。じゃあここから自転車をまずは組み立てて、空港を離れましょうか。はい、運行準備できました。じゃあ用紙に向かいます。元気なうちに進みますよ。あと雨が降る前に進みます。よいしょ、国道378号線に降ったよ。あ、疲れたところに神のように感じるよね。ありがとうございます。あ、僕の一番好きな飲み物です、アンタケフ。どこまで登りなの。気持ちいい。あ、気持ちいい。持ってきました。はい、お昼ご飯はこちら。いただきます。あ、確かに、うん、あ、もう全然うまい。冷めても全然うまいですよ。交流者だな。ああ、登った登ったよ、これ。
山だよ、結構結構多分山なんだよね。登りました。はい、あとは全部下りだったらいいな。あと浜港が見えた。よしよし、着いた。なくてよかった。ちょっと九州駅フェリーのね、出ちゃってんね。なんかあるね。八幡浜ちゃん、ちょこちゃん、ちょっと いかにも錆びれてるでしょう。これこういうとこだった。大丈夫かな。営業中だし、オッケーオッケー。はい、八幡浜ソウルフードセット、味比べじゃこ天定食、八幡浜ちゃんぽん。味比べじゃこ天うどん定食です。はい、おいしそう。じゃこ天味比べ、反対側の椅子をなくしてソーシャルディスタンスですね。急遽宿取りました。ちょっと着く時間が遅いんでね。で、雨降ってるはずなんで、ちょっと今晩はキャンプはやめときます。楽天ポイント使ったんでね、3,400円。船までまだ2時間ぐらいあるんで、ちょっとちょうどいいんで、この間これ買ったんです。はい、ペン型の釣り竿、釣り竿とリールがね、こんな小さいの、これも、まあ、もちゃすわね、これね。リールは特にそうだな、ちょっとおもちゃですけど、リールと、あとまあ道具ちょっと入れて、このセニアの100円のこれ十分入るっていうね。で、今そこの釣り具屋さん、港にあるんで、青い染め買ってきました。ちゃんとこのロッドの部分は意外とちゃんとしてるんだよね。リールがあれですけど、面白いね。糸垂れてますけど、釣れる気がしないですね。危ない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 。釣れたんじゃない、釣れたんじゃない。え、何が釣れたの。ここに行ってるよ。あれ、来てんじゃん、来てんじゃん、来てんじゃん。いいんじゃない、続けてみようか。当たりがあるっていいよね、何にしても。当たりがないのがちゃんとあるんじゃない。これは当たりがありましたね。よし、行こう。ゴール。
色がいいと思う。座ってるだけで気分がいいじゃない。はい、じゃあコテニと夕飯の塩缶チューハイ、よいしょ、イエス。お疲れ様でした、疲れましたね、まあ、今日朝、まあ、始発に乗って羽田空港から松山空港まで飛びまして、で八幡浜ですねまでだいたい62キロぐらいかな。だから、フルマラソン 1.5 回分ぐらいですか、折りたたみ自転車で走りまして、まあ、途中、まあ、ちょっと山がね2つぐらいあったかな。だからあれがねその自転車の辛さであり、改めてね面白さというか、あれ上がる時の辛さが倍返しでこう気持ちよく返ってくるんだね、あの下る時にね。だからあの電動自転車って多分すごくこういいとこ取りしてると思うんですけど、登る時楽で下る時のこの爽快感は一緒だと思うんですよね。これ実はすごくいい乗り物なんだなって改めてちょっと思ってますけど、まあそこでエアターマンついたんですけど、ちょっと船の接続がちょっとあんまりにもちょっと空いていて、まあ向こうで八幡浜でご飯食べたり、あと魚釣りをねちょっと釣れませんでしたけどね、ちょっとあのペン式の釣り竿を買ってたんで、ちょっと試しにちょっと糸を垂れてみたというような感じですかね。で、さっき着きました。9時前にホテル入りましたけど、本当は、キャンプ場までもっと早い時間に着けてればね、夕方着けてればキャンプ場までちょっと行こうかと思ってたんですけど、今日のうちになんですけど、ちょっともう遅いんでね、で行ったことない、ここから12、3キロあるんですよね。行ったことないところでバスももうないですしね。でタクシー乗っていくと、あのこのホテルより高いんですよね。あの4000円以上かかっちゃうん でこのホテル3400円で泊まってますんでね、あのそういう、まあ、状況で、まあ、今日はこちらで一回ゆっくりしようと。まあ旅はね臨機応変です。やっぱりその都度一番、まあ、いいと思われることを選んで、あのその場で決めていくので、まあ、しっかりと感染対策をしているというのがまあ前提ですけどね、まあ、そういうところにあのしっかりあの僕もちゃんと対応して、迷惑をかけないようにしながら、利用していくという形でいいかなと思ってます。で明日は、キャンプ場に行こうと思うんですけど、キャンプ場がね、実はバスで行けるんで、まあ、晴れてれば晴れないんですよね。明日天気悪いみたいなんで、雨がどんどん降ってる時にちょっと自転車で行くのも嫌なんで、まあ、そこはバスを使って、まあ、行こうかなと思ってます。なのでお昼前のバスなので、そこまでにしっかり準備をしてから、明日は雨でもキャンプ場へ行きたいなと思ってますね。下加古キャンプ場というキャンプ場です。まあ、今日はちょっとゆっくり家じゃないな、部屋で
チューハイと、あとまあね、鳥が名物なんだけど、まあ、セブンイレブンの焼き鳥でね、今日はまあ我慢しますよじゃあそういうことで、今回はこれ多分前編後編に分かれると思いますけど、はい、後編の方も引き続きよろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい。